昨年12月29日爆竹、30日大晦日氷室京介、そうだそうだったのこれね、群馬が生んだあの二大カリスマアーティストが年末3日連続音楽の聖地日本武道館でライブ、全群馬県民が熱狂、第7位群馬県民スターが年末の武道館を席巻、群馬が生んだロックスターの夢の宴を県民たちは決して忘れないだろう。
セクシー天国旅散るステーキソースうまい精子をした太陽のベイビーさらめく獣の瞳をくすめるビール逃がした魚で返せるベイビミュージックビデオ&ライブ、スペシャルプログラム皆さんいかがだったでしょうか。ここで一つお知らせをさせてください。2012年3月7日活動25周年記念ボックスが、2タイトルで発売になります。ぜひ楽しみにしていてください。そして最後にもう一度12月29日ニコニコ動画で
独占生中継する、日本武道館 The Day in Question 公演、皆さんぜひ楽しみにしていてください。それでは爆竹でした。